今日前半のレッスンが終わってこれからお昼休憩なんですけど、まあ、その前に、ソプラノサックスのレッスンがあったのでソプラノのサックスのご紹介をしたいと思います。私の使っているソプラノサックスは柳沢の、見えないですかね、S901-2 というやつで、私が高校時代に、まあ、バイトをして貯めたお金で高校2年生の時に買いました。でソプラノサックスはこのストレート本体がストレートのものとアルトサックスのようにこうカーブしてるカーブドソプラノとあるんですけれども、音色も若干違いますね。吹奏感もカーブドソプラノの方がやっぱりこう曲がっているので少し抵抗感があるんですけれど、カーブドソプラノの方が、なんて言ったらいいのかな、少し可愛らしい音っていうんですかね。こうソプラノサックスってあのスムースジャズとかでも使われますけど少しこう切ない感じっていうんですかね、ヒーリングミュージックとかにも使われますけどそういう、音色が特徴ですけれど、カーブドの方は少しこう可愛い感じ語彙力がないですね。見た目も少し可愛らしいですしね。ストレートタイプはこのネックが2種類あって、デタッチャブルっていうのがアルトとかテナーとかと同じようにネックが取り外せるタイプですね。で、デタッチャブルはストレートネックとのカーブしてるネック2種類あって、まあ、どうしてもソプラノサックスってこういう感じで楽器を持ち上げないと、まあ、ピッチもすごく変わりやすいですし、口元が少し右手が下がっただけでもこういう感じになるので、まあ、ピッチが上がってきちゃう、それで下唇を押し上げる形になるんで上がってきちゃったり、この楽器の角度一つですごくピッチが変わってしまうんですけど、デタッチャブル式の、こういう少し角度もついているネックをつけると、まあ、ここの角度は変わらないので、まあ、ほぼこの状態で、キープして演奏ができるので、割と、クラシック系の方はデタッチャブルでここがカーブになっている、ネックのタイプを使う方が多いですね。で、私は、好きなサックス奏者がやっぱりソプラノサックスはストレートだよねっていうことを高校時代に言ってるのを聞いて、やっぱりそうだなと、まあ、つなぎ目がない方が息の漏れも少なく太い息がスパッと出るので、ストレートタイプで、あとは、高校時代に選んだ楽器なので、まあ、知識も浅い時ですねなんですけど、まあ、柳沢はやっぱりソプラノサックスっていう意味ではクオリティの高い、モデルを、まあ、割と買いやすい価格というんですかね、で出してる、メーカーで、まあ、やっぱりソプラノといえば柳沢という、まあ、信頼度も高いメーカーだったので、柳沢で、ソプラノといえばやっぱり音が細くなりやすいというイメージがあったので、まあ、少しでも音を太くしたいなという、まあ、それも高校時代の知識ですが、それでシルバーを選びました。でやっぱりあれですね、ラッカーよりもちょっと音に深みがある分、買った当初はすごく抵抗感があって演奏するのが大変でしたね。だん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 、まあ、気づけば、まあ、全然問題なく、むしろ半年ぐらい吹いていたらすごくこう抜けが逆に良くなったというか、そうですね、すごく軽い息で太い音が迫力のある音というんですかね、がバッと出るようになったような印象ですね。なので一時期はアルト吹くよりもソプラノ吹いてる方が楽しかったというか吹きやすかったので、そうですね、コンクールとかソプラノで学生時代は出てましたね。マウスピースですね。マウスピースも、サックス始めたばかりの方だとサックスってマウスピースの大きさとかリードの大きさって、
全部同じなんですかって聞かれることがよくあるんですけど、まあ代表的な、まあ、サックス、ソプラノ、アルト、テナー、バリトン、まあ、大体4種類ですかね、楽器屋さんに普通に並んでる4種類でも全くリードの大きさ、あとマウスピースも全く大きさが違います。まあ、音が高くなるにつれて、まあ、ちっちゃくなるわけですけど、私は今柳沢のメタルを使ってますね。で、番手は8番ですね。これ結構番手は広い方だと思うんですけど、まあ、番手を広くして、薄いリードをつけて、まあ、演奏している感じですね。で、これはここ数年アイリッシュミュージックをソプラノサックスで吹きたいというのがあって、アイリッシュってやっぱりバイオリンとか、まあ、弦楽器とかで演奏すること、まあ、ティンホイッスルは、管楽器ですけれども、息継ぎをする場所が非常に少ないんですよね。連符がずっと続いているフレーズを何度も何度も繰り返すので、なので一息が、なるべく長く続かないと、ちょっと演奏が困難ということで、なるべく抵抗感を減らして、まあ、でも音の太さ音量は維持したいというので、あえて、開きが広い状態ですね。こんな感じで開きを広くして、で開きが広いマウスピースに硬いリードつけるとかなりいかつい感じになっちゃうので、リードはジャズセレクトの2のソフトですね。あえてソフトつけてる感じですね。なので、ポップスとか、まあ、アイリッシュやらない普通のね、あの息継ぎが自然にできる曲の場合は、2のミディアム、まあ、1個あの硬いやつですね、リードつけたりして、まあ、曲によって多少リードの硬さは変えてます。で、マウスピースは、なかなかソプラノサックスって安定した、うん、吹きやすいマウスピースってアルトやテナーよりもすごく少ないので、まあ、私もいろいろ試奏して何本か買ってみたりはしたんですが、結局柳沢のメタルに落ち着いてしまってますね。まあ、この柳沢のこのモデルと柳沢のメタルマウスピース8番とリードジャズセレクトの2ソフトですね。ちなみに、ファイルドカットですね。なんですけれど、あ、違いました。アンファイルドでした。アンファイルドですね。なんでアンファイルドなんだろう。ファイルドカットを買ったつもりでました。なんですけれども、このセッティングで、まあ、一体どんな音が出るのかというのを、ライブ映像の方で、ご覧ください。ご覧いただいたのが、まあ、全く、同じセッティングで、吹いたライブ演奏の一部なんですけれども、まあ、演奏しているのがあのアイリッシュミュージックですね。アイリッシュミュージックも、民族楽器の一つ、民族音楽の一つですけど、ソプラノサックスは割とテナーやアルトに比べると、まあ、民族楽器と一緒に演奏してもあまりこう浮かないというか、むしろマッチするような音色かなと思います。なので、まあ、ジャズですとそうだな、まあ、ジョン・コルトレーンの My Favorite Things なんかはすごく、ね、ソプラノでの名演として、まあ、今でもね、すごく影響を受けている、作奏者の方たくさんいるんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、アルト
やテナーと同様ソプラノサックスも、人によって全く音色が違いますし、使う楽曲ですね、どんなジャンルの中で演奏するかによって、まあ、いろんな表情を見せてくれるので、まあ、ある意味、まあ、非常に幅広いサックスの中では一番幅広いジャンルを、演奏できるんじゃないかなと思いますね。ちなみに私は10代じゃないや、20代の頃は、ロックバンドずっとやっていたので、ソプラノサックスでロックやっていましたね。民族音楽からポップス、ロック、ジャズ、フュージョンと、幅広い、ジャンルを楽しむことができるんじゃないかなと思います。Of our love, that's all we had. What we had was fantasy dreams and photographs. というわけで、今日のレッスンはすべて終わりました。今は時間が18時、夕方6時なんですけれども、これからお家に帰って、ご飯を食べて、明日はお休みなので、少しゆっくりしたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。